結果としてホースノーリは生還を果たした。だがその代わりに上官は戦死した。レベッカ、俺は諦めずに戦うよ。くそ。だから君も俺と力を合わせて諦めずに一緒に戦ってくれ。昔話の愚かなホースノリの鉄は踏まないように強くなろう、二人で。二人って？そうだ、俺と君、二人でだ。クソ、私クソと。軍曹、準備はいいか？いつでもいいですよ。実戦じゃ敵は待ってくれませんからね。ま、そうだな。だがとりあえず初のお手合わせだし、一応リハビリ明けって点も考慮して、今回のところは俺は得意の攻めパターンをいくつか封印しておく。軍曹の回復の程度次第ではすぐに本気でかからなきゃならなくなるかもしれんがな。そうですね、自分も少佐の本気が見たいですから勝ちに行きますよ。おう、ぜひそうしてくれ。オープンコンバットだ。遅いな。終わった。運動程度問題なし。甘いな。遅いんだよ。くらえ。甘いな。遅いんだよ。くらえ。甘いな。だろ。くらえ。今だぞ。だろ。甘いな。くらえ。しろ。遅いんだよ。甘いな。相手が来る。これで遅いんだよ。甘いな。これで決める。遅いんだよ。甘いな。ですか。アーケードだよ、軍曹。慰安施設っていうと五感はあまり良くないがな。
要は俺たちがリラックスするために作られた設備さ。弊社の東側にある。無論歓楽街ってわけじゃない。軍曹、今ネオンが手招きしてるところを思いついてた。いえ、そんなことは。基地の中にそんなもんがそうそう追っ立てられるわけもないからな。俺たちにとって慰安ってのはさ、外の雰囲気の切れっ端を味わうってことさ。一任期は3年。その間はここから出ることもできない。だからそういう施設がある。精神衛生上必要なんだろうな。外の切れっ端ですか。ああ。外から身元の確かな業者が結構な数入ってて、それが商店街みたいな区画を作って商売やってる。だからアーケード。俺がよく行くバーだろ。ビュッフェ、ファーストフード、アミューズメント、ブティック、雑貨屋、靴屋、クラブ、シアター、パン屋、肉屋、ドラッグストア、ショップ、コバイヤ、ペットショップ、花屋、それにチャーチ。教会？教会、プレイ、そしてプレイ、軍人には必須。ま、どちらにしろあまり人は来ない。普通ならバーチャルリアリティでこと足りる。ああ、気が向いたら足を運んでみるといい。息抜き。そうですね、行ってみます。楽しんでくるんだな。教会以外はただってわけじゃないが。よし、今日はこのぐらいにしておこう。あれ、軍曹。ああ、オフ。四波、俺のホースは。今なんて言いかけたか気になるんだけど。まあいいわ。軍曹の機体は検査中。すぐ帰ってくると思うけどね。でもやるね、軍曹。あの少佐相手に勝ったんだって。所詮模擬戦での話だよ。少佐は全然本気を出しちゃいない。まあまあ、謙遜しなくても。模擬戦でも少佐に勝てる人なんてまずいないんだから。あ、そうそう、あれからね、コックピットのシステム制御系ハードを気にかける人多くなったよ。あれ、ああ、例のトラップのあれ。そう、あれからみんなコックピットのシステム制御系ハードのチェック始めちゃってさ、厳禁なもんだよね。あ、そうそう、ログ見たよ。やるよね、軍曹。あの局面であんなことする人間今までいなかったよ。メカニックを信用してるからな。よく言うな。ま、あの一件のおかげで自分の身を案じる人間が増えたのはメカニックとしてはありがたいかな。けどさ、
もうあんな無茶なことしないでよね。いくら信用されたって機械の耐久能力には限界がある。機械を使っている間は安全なんてない。わかった。よろしい。で、今日はもう終わり？いや、午後にもう一回偽善したい。それまでに帰ってくるかな。勤勉なことで。頼む。ヨンハ、私のホースのオーバーホールもうできてる？ヨン。あ、せ、じゃなくてグーソー。なんていうか久しぶりだな。あれからどうだ？レベッカのホースはもう終わってるよ。確認終わったら書類にサインしてくれる？格納デッキに移しておくから。え、あ、うん、それじゃ、軍曹、また。何か気に障るようなことを言ったかな。やれやれ、気に障るようなことを言ったんじゃなくて、気の利いたことを言ってないんでしょうに。あの子なんて軍曹のことばっか喋ってんのよ。あれからは随分と事情通なんだ。人の口に戸は立てられないってことわざ知ってる？格言だろ。そうだっけ？まあそれは置いといて、そりゃ思いを寄せられたからって等しく思い返さなきゃいけないってもんでもないけどさ。あんまり酷なことはしないであげてよね。酷って？軍曹、レベッカに告られたんでしょ？で、まだはっきり好きとも嫌いとも返事していない。レベッカはそう言っていたのか。まさか。ただ軍曹の話ばっかりしてるのがのろけなんてのじゃなくて、自分に言い聞かせてるみたいな、自分に二人のことを信じさせようとしているみたいな感じだったからさ。これは私の憶測なんだけど、初恋なんじゃないかと思うんだよね、レベッカ。いや、さすがに淡い恋心みたいなのの一つや二つは通過済みだとは思うよ。だけどこういう具体的なのは初めてなんじゃないかなって。傍から見てると今頃思春期ですかってくらいな情緒不安定さだし、普段優等生してる反動だかなんだか知らないけど、こんなんで前線に出てって大丈夫なのか心配になっちゃうよ。知っての通り、ああいう何でも思い詰めがちな性格だから軍曹もちょっと引いちゃうかもしれないけど、まあ惚れた晴れたは当然のうちなんて言葉もあるし、少しクールダウンの時間を取るのもいいのかもね。でもその間に一方的にクーリングオフなんかしないでよ。ホースは早い方がいいのかな。ついでだしログも固めて送っちゃうけど。あっと、そうだな。できれば1500までに仕上がってると嬉しいんだが。了解。最優先にしとかなきゃね。じゃあよろしく頼むよ。1500までにはまだ随分間があるな。どうせここであれこれ考えていても堂々巡りするばかりだし、それならいっそ少佐の言うアーケードに行ってみるのもいいか。
ガネメガネ。あ、どうもすみません、ありがとうございます。ソーティア・ウィンディだったっけ。アンデッド・ウィンディ、リターナー、死神に見放された女。確かにそう呼ばれてますけど。あの時は助かったよ。ほら、こないだ罠屋が大量に襲撃かけてきた時。少佐に緊急連絡しただろ。はい。俺もその時連絡聞いてたんだ。おかげで命拾いした。罠の動作が分かってたおかげで落ち着いて行動できた。しゃがみ込んで一体何を。え、あの お花を見てたんです。ジャングルクモにワンポイントがあった方が かわいいかなって思って。の花、それです。この赤いチューリップ。はい。実際にチューリップはあまりに目立ちすぎる。ほら、例えばこれとか。それはコリウス、金蘭ジソとか錦ジソとも呼ばれるやつで、それのステモン族の多年草。でもチューリップと同じような色ですよ。端っこは緑だけど。決定的な違いがあるんだ。っていうと形。まあ、コリウスは熱帯アジアから熱帯アフリカにかけての植物だし、知識のあるやつが見たらバレるかな。でもチューリップよりは多分目立たないと思う。そうですよね。あんまり目立っちゃダメですもんね。そういうこと。待ってて。いいんだよ。助けられた俺、受け取ってくれ。そういうことなら、ありがとうございます。あ、それじゃあ私そろそろ行かなきゃいけないんで、失礼します。ああ。
かし、いくら軍旗に縛られた基地の中の施設とはいえ、不用心にも程があるんじゃないか。じゃないか。わ、はあ、見ちゃった。嫌なところを見られたもんだ。大丈夫だって、チクったりしないよ。何？こんな真っ昼間からこれ。いや、そういうわけじゃないけど。よく言う。手元にあるそれ、なんだ。トランキライザーさ。ご立派。私も分けてもらおうっと。さあ、バーボンは木で飲むのがいいね。水も氷もいらないっていうか。上ばみ体が体だからね。飲んでも飲んでも回ったりしないんだ。でもどっちにしろこの時間からは飲めないよ。一応軍の施設だしね。夕方からじゃないと。じゃあマリミア伍長はどうしてここに？フェイでいいってば。ただ酒の匂いがしたからかな。間接キスだね。つうかさ、あんまり暇だったんで、この辺りフラフラしてたらこの店の扉が開いてるのが見えたんで入ってみたってわけ。そんなに暇だったんなら基地内清掃のボランティアでもした方が有意義に過ごせたのにな。おお、ナイスコントロール。多分ここまでの一部始終はどこかにある防犯カメラに映っていると思うんだが、警備員なり店員なりが来る気配は全くないな。もしかしてここは自己申告制のセルフサービスバーなのか。セルフでシェーカーまで振れって？カウンターついてる意味ないじゃん。日の出てるうちは誰も来ないって高く食ってるか。出なけりゃ画像解析で身元割り出して後からぼったくろってんじゃないの。はい、清掃のボランティア終了っと。なんだそりゃ。まあ真っ当に飲めないんじゃ仕方ないな。また暗くなった頃にでも出直すことにするよ。付き合おっか。今晩は私も飲もうと思ってんだ。今日はもう上がりか。ヒルハウスでデートしてくれる相手が見つからなくてね。そうだ、飲む前にやるかい。軍曹、犠牲1号丸々まで待てるなら願ったり叶ったりだ。1号丸々ね。それまでには俺のホースも上がってきているはずだ。じゃあハンガーで会おう。オーケー、講習消しときなよ軍曹。酒臭いままホースに乗ろうとしたら4波に引っ叩かれるぜ。確かテレジアだったっけ。うん。何してたんだいテレジア。お花の種を買いに来てたの。ああ、あそこの花壇に植えるんだね。うん、また遊びに来てね。セ
ルゲイさんは何してたの？まあ暇つぶしにちょっとその辺をブラブラとね。じゃあこの後はどうするの？そうだな、時間だから帰らないと。薬ってどこか悪いのかい？時々胸が苦しくなったりするの。でもすぐ良くなるから全然平気だよ。